感学生の皆さん、こんにちは。私、レックス専任講師の坪倉と言います。よろしくお願いします。今日はですね、こちらの動画のところで、公務員の仕事の魅力というか、やりがいというか、このあたりですね、仕事の魅力もそうだし、待遇としての魅力もそうですけども、お話をできればな、なんていうふうに思っています。 今、公務員、置かれている状況のところで様々変わってきてまして、最近の情勢もあって、今後、公務員の倍率も少しずつですけども、上がっていくんじゃないかというふうに言われていますが、そもそも公務員ってどんな仕事なんだろうとか、ね、待遇面ってどうなってるんだとか、やりがいとかよく言うけど、何なんだ、どんな仕事か知らないぞっていう方が多いと思います。ですので、そこをね、少しお話をできればな、なんていうふうに思っています。少なくとも皆さん、公務員のイメージって、 窓口で受付をしているイメージとかですかね。もしくは事務的なことをやっているっていうイメージですかね。えー、そういう方も多いのかもしれませんが、えー、ですけども大体そういうふうな説明会とかパンフレットを見ると、こう書いてるんですね。えー、これちなみにあのレックのパンフレット、えー、科学の請求さんのところにも置いてあると思いますし、えー、お問い合わせいただいたら資料請求という形していただいたら、あまあえー、郵送させていただくこともできるんですが、このパンフレットのところの 8ページのところに公務員の魅力っていうのが出てきますでその魅力のところの一つ目にやっぱり出てくるのが大きなやりがい誇りがあってで出てくるんですけどじゃあやりがいが何なんだとおいうふうに思っちゃう方も多いんではないかなとやりがいでこのやりがいなんですが、えー、例えば皆さん仕事っていう形で考えた時に事務的なお仕事ももちろんしますが えー、例えば、ああ、大阪万博とかってありますよね。ああいう万博とかの規模のでかいことを誘致していったり、企画をしたりする。えー、これも公務員の仕事なんですよ。よろしいですかこういうふうな企画立案もしていきます。例えば、リニア新幹線の設置のために動く。これも公務員の仕事です。公務員の仕事ですよ。えー、例えば、今の昨今のそういうウイルス問題のところに関して、えー、いろいろとどういうふうにしていくかって考えたりするのも、国が動いてたりします。 ね。え、いろいろ国が動く。これも公務員の仕事。よろしいですか例えば、働き方改革。これもずっと言ってますよね。こういう働き方改革のところもしていこう。えー、例えば、子育て支援どうしていこう。防災対策どうしよう。経済活性化。えー、例えば、それ以外のところで、文化、教育どうする。学校9月からにするとか。こういうふうなところを考えていくのも、全部公務員の仕事なんですよ。だから、非常に規模が大きいことです。 でこれが実は外交問題のところとかまでなってくると皆さんが会議で話し合ったりして他国とも決めたことがニュースにバンバン多分取り上げてくることになるでしょうその実際皆さんが決めたことが世の中のルールとして実際使われるようになってあなたが一生懸命話した内容のところが今後のスタンダードになっていくってこれすごいことじゃないですかなので普段皆さんが歴史でちょっと勉強してきた内容を自分で作っていくことができるっていうのもすごい話ですよ 実際公務員の人たちはそれが身近なことであろうがもしくは大きな規模であろうがあなたがやったことがこれから歴史に残るようなことをやってったりするっていうふうな意味でも強いんですねだから一人一人の綿密なフォローっていうこともすることができるこれはやりがいですよね一人一人が「ありがとう」って思ってくれることこれももちろん公務員の魅力なんですがそれだけではなく実際公務員として関わると多くの人たちが常識的に当たり前に「こんなことできたんだ」って それがだんだん常識になっていく。それを形作っていくのはあなたのアイディアであり、あなたの企画であり、あなたの運営次第なんですね。それをやっていくのが公務員というところなので、非常にやりがいの大きい、魅力も大きなお仕事なんです。だからよく言われるのがその窓口のことだけやっててっていう形のお仕事を想像するのは公務員のほんの一部です。ほんの一部しかご覧いただいてないんですよ。 で、それでだったら民間って、民間も考えたらいいんですよ。別にそれはそれで全然 OK です。民間にもやりがいはあります。ただ、公務員はごく一部のことだけ見て、なんか公務員って違うよねって言ってる人は、それは視野が狭すぎるんですよ。で、それは学生の方はいろんな仕事がある中でそれをね、全部調べるって難しいからいいんですけど、大人の方々が公務員ってこうだよねって決めつけみたいな形で言ってしまうと、それは申し訳ないけどその方の視野がちょっと狭いぞって話になっちゃう。 だから、皆さんはいろんなお仕事があるっていうところを踏まえた上で考えていただければと思ってます。で、それが、まあ、言わば、やりがいのところなんですね。で、え、あとは、じゃあ、やりがいのところで仕事の幅が広い。はい、これ、地方公務員なんかがそう、仕事の幅が特に広いんですが、え、例えば皆さん、 仕事の幅が広いってなった時に、えー、例えばよく言われるのが朝起きて蛇口ひねって水が出る。これ公務員の仕事ですよ。地方公務員の仕事。えー、例えばあ地下鉄とかバスで市営地下鉄、市営バスってあるでしょ。これ交通局ってて公務員の仕事です。ゴミ捨ての回収、環境局のお仕事です。こういう身近なところから公務員、地方公務員がありますし、例えばそれ以外でマラソン大会とか花火大会ってありますよね。こういうのも公務員の仕事ですよ。 例えば、吹奏楽、バラ、バラ、えー、ブラスバンドですね。吹奏楽とか、公共楽団、オーケストラとかの部活やってる方とかだったら、なんとかし、公共楽団とかありますよね。ああいう文化とかの行政も公務員の仕事ですよ。例えば、防災対策、公務員の仕事ですよ。いいですか公務員の仕事ですよ。それ以外のところとかで、例えば、えー、神戸の方とかだったら、ルミナリエとか、ありますよね。 はい。1.17の集いとか。そういうのもあるじゃないですか。そういうふうな、あそういう、まあ、行事というか。そういうのも全部公務員がやってます。それ以外に、例えば、街づくり。例えば、テーマパークを誘致したりとか。大阪の梅田だとグランフロントとか、ルクアイーレとか、えー。天皇寺の方だったら、アベノハルカスとか。そういうのを誘致していこう。こういうのも公務員の仕事です。今の全部地方公務員の仕事なんで、めちゃくちゃ幅広いでしょ。かと思いきや、 安全対策のために、えーまあ、一人一人のケアもするし虐待問題に関わることもあるし生活保護に関わることもあるめちゃくちゃ幅広いこれも公務員の魅力の一つだから,いろんなお仕事から自分の人生設計でできるってことが大事ですでそのようないろんなお仕事のところでスキルを上げていくこともできる中そうなった時に仕事人間になっちゃうのもちょっとどうかなって感じですよね。 ですので公務員というところはやはりまあ効率性をしっかりと高めていって仕事を進めていくっていうことも必要になりますのでそこで出てくるのがはいいくつかはい安定した収入っていうところとこのワーク・ライフ・バランスこれが2つ大事です要は労働とかも質も高めなきゃいけないってことですね <laughs> そしたらまずこの収入面のところ もうお話をしていこうと思うんですがこれね数字がちょっとぼやけちゃうかもしれないけど見えるかなこれぐらいアップすると見えるかな <laughs> はいで、えー、実はこれ数字が出てきてますけども公務員たるものをやっぱり例えば仕事がねしっかりやりがいがあるけど自分の生活が不安なまま公務員って仕事するって難しいっすよねさ皆さん見えるかな一旦ねここれ青のところが 国家公務員真ん中が地方公務員で一番下は民間だと思ってねはいで今平均のところで言うと国家公務員がこれぐらい見えるで地方公務員が真ん中で民間企業がこれという形で平均の年収のところとかで見た時にもやっぱり公務員の方があいて数年収はやっぱ高い。 でこれはそれだけ一定の安定的なあの収入というのを確保した上で仕事に集中してくださいってことになってるわけねだから身分が保証されてるのもそう例えば今の昨今の情勢のところがある中でお仕事のところが例えば潰れちゃうかもしれないっていうふうな形になった時にそのサービスが提供できなくなって世の中混乱しちゃいます でも役所のところはそういうところでも安定的にむしろこういうふうに大変な時ほど動かなきゃいけないぞってなるのが公務員の仕事ですよ。そういう人たちを助けてあげるのは公務員の仕事ですから、その公務員の仕事とかが、じゃあその人たちが収入がなくなってお仕事ができなくなったらもうどうにもならないわけです。だからこういうふうに安定していってるのは、せの継続して仕事を提供するっていう意味もあるからなんですね。だから身分はしっかりと保障していなきゃいけないという形になってます。 ね、そうなって、なおかつ、仕事はやっぱり効率的に丁寧にやっていかなきゃいけませんから、そういう意味で、ワーク・ライフ・バランス、仕事の質とプライベートとの両立ということが大事になるんですね。だから、正直、公務員の人たちは、長時間働いたからいいとは全く思ってません。まあ、最近はね、あの、そこのところはようやく改善されてきてるかなってあるんですけど、働き方改革とかで。でも、まだまだ、 残業するのがなんかいいと思っている企業さんも残念ながらあります。長時間働くことが良しとする企業もあります。で、あるからこそ公務員の中に労働基準監督官って言ってそれを調整したりと取り締まるお仕事だってあるんですよ。でその取り締まってる側がお前のとこもブラックじゃねえかってなっちゃったら意味ないじゃないですか。あだからそういう意味で公務員のとこは襟を正すために身分保障もしっかりしてるしワークライフバランス残業とかを含めたお金の保障とか 長時間労働させないとかそういう風なフォローのところをしっかりとやっていくという形ですよろしいですかねでそういう風なことをしつつあとでそのところで近年はやはりこれですねはい男女関係なくだから自分が仕事をしていくっていう風な形になった時に男女関係なく活躍できますだからそういう意味でいろんな活躍例えば今あー このウイルスの問題のところがいろいろと行われている中で、えー、今、大阪とかが非常に注目されていますよね。まあ、されていましたよね、になるのかもしれません。これ動画見てるタイミングではね。わかんないですね。で、そういうふうなタイミングになったときに、大阪は非常に注目されている中で、実は、知事がすごく一番注目されていますけども、実際発言のところをよく聞いていただけると、そこのところに報告を上げて、いろんなことをしている人たちのところが、えー 大阪府庁の人たちの中で350人ぐらいの専門家の役所の人たちが今一緒に動いてくれてるんだとでその意見を全部まとめて知事に報告するそのリーダーの人っていうのが女性の職員さんなんですよねって実は出てくるんですねつまりこの今のこの大変な状況のところを実は知事をすごい支えていてしかもその役所を全部取りまとめてってやってる責任者って女性の方なんですよね ほんなら、その女性とか男性とか関係ない。だって、やりがいがあって、やる気があって、能力があっての人がやった方がいいじゃないですか。その人がやるべきだし、例えば逆の発想もそう。今までと違って、例えば男性が子育て支援のところをやって何が悪いんだと。むしろ、自分の子供とかを育てていくときにフォローに当たるって何も悪くないでしょ。 だから、そういう意味で、子育て支援、あの、男性の育休とか、そういうのをしっかり取っていこうよ。絶対必要ですし、そういうのをしっかりやっていってるのが公務員なんです。だから、その、ワークライフバランスと、この仕事のところで言うと、自分の進めたいお仕事をしっかりとできるっていうところが魅力なんです。ね現に、公務員の場合は、実際にこの育休の取得率のところも非常に高くなっていまして、はい、これグラフでざっとだけ、 おすするんですけども女性の育休の取得率っていうのがもうほぼ100%なんですよほぼ100%なんですけどもはい男性の育休の取得率は今右肩上がりでどん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 育休の取得率も上がっていってますもちろんまだまだ育休を取得する人はこれでも全然少ないですけど民間企業よりは全然多いかなって感じですでなおかつじゃあ女性の方々育休からの はい。復帰。まあ、やっぱり今のところとかに関しては、えー、退所の女性が退職されるっていう方が多い中、えー、まだまだ多いんですよ。これ、えー、論作文の試験とかにも出てくるぐらいだから。ね、民間のところとかでも、やっぱり、えー、もう5割近くの人がやっぱ辞めちゃうよみたいな出てくる中で、公務員の場合は復職する方が98.9%ですよ。ほとんどの方が、えー、育休、産休の、産休のところから、 復帰されて、お仕事に復帰されてっていうのが当たり前になってきてるんです。はい。これが公務員の魅力なんです。で、よく一部の企業さんでもやってるとこあるよっていうふうにあるんですが、その一部の企業さんだけだったりするわけですね。公務員の場合はそういうふうなことがないように、ちゃんとそれを、えむしろそういうふうに公務員と同じような形になってってもらいたいわけです。それを自分たちが襟を正してしてして、それをじゃあ民間の方々してってくださいね。取り組んでくださいねっていうふうにやっていくのが公務員の仕事なので、 いろいろとそういう意味で数字では測れない経済の活性化というとも,もやってるしイベント作りとかっていう風な形のところもやる中で楽しんでもらったり喜んでもらったり制度を作ったり様々なことができるのは公務員なので私は個人的には公務員っていうところに関してっていうのはむしろいろんなことを興味あってやってみたいなって思う人ほど公務員ということを考えていただいたらいいんじゃないかなともうこの仕事しかやりたくないっていう子は民間っていうのは全然いいと思うんですよ でもななんととく就職のところを考えてでも人のためにも働きたいしこんなこともできたらいいないろんなことを考えてるんだよねっていう子は公務員といいう道をやってみてみくださいそれ以外にもお話してないところで例えば取締り警察とか検察とかもそうですねで、えー、例えば薬物の取締りとかもやるかもしれませんし人権問題とかにも関わる人たちだって公務員だし空港で働く人だって。 ね、あの、パスポートのチェックとかしてる人で公務員ですし、様々公務員っていうふうのは職種も多いです。だからそういうふうな形の中で、どんな公務員があるのかっていうところを、また別の動画のところでもお話をしていこうと思いますので、あ、公務員っていろやりがいがあるんだなっていうところをまたご覧ください。で、え、グラフのところがよく見えなかったぞっていう方に関しては、え、一応、このパンフレットのとこですね。こちら、えっ、ー、と、 まあ、さっき言ったかもしれませんが、えー、科学の正教さんのところとかに関しても、えー、パンフレットのところは置いてありますし、資料請求していただいたら皆さんのところにもお届けさせていただくこともできますので、また遠慮なく、えー、これはあ全部無料ですので、ね、お持ち帰りいただければなぁなんて思っています。ではあ、今回の動画は以上とさせていただいて、えー、この後別の動画のところで、えー、仕事併願できるのかとか、 あとは勉強方針とか面接とか、そういうふうなことも動画として上がっているかと思いますので、そちらのところも合わせてご覧いただければなと思っております。では、今回の説明動画ということは、今回これは終了とさせていただきたいと思います。では皆さん、お疲れ様でした。